皆さんこんにちは。松阪ぐるぐるマップリポーターの高松です。この番組は市が発行しておりますこちらの生き生きウォーキングマップのコースを私が実際に歩いてその魅力をお伝えするという番組です。今回はこちらの第3号に紹介されております伊勢街道松浦武四郎コースを歩きます。私は今本日のスタート地点であります松浦武四郎記念館に来ています。まずはじめに本日のコースをご紹介したいと思います。伊勢街道松浦武四郎コース、距離は 5.3 キロです。松浦武四郎記念館を出発して1キロほど歩きますと松浦武四郎誕生地に到着します。お家の前の伊勢街道をずっと歩いていきますと月本追分に到着します。ここは伊勢街道と奈良街道の分岐点です。そこを曲がって正福寺を越えて松浦武四郎記念館に戻ってくるというコースです。それでは今回のマップ作りに関わってくださったサポーターの方から今回のコースの魅力について伺いました。ご覧ください。ウォーキングサポーターの飯田勝です。今日は武四郎コースの概略を話したいと思います。まず江戸山桜、これは武四郎が愛した桜で4月の中頃過ぎぐらいから満開になります。それから伊勢街道へ参ります。伊勢街道というと武四郎の旅の原点はこの街道にあると思います。10年前に屋号看板が三雲館内を設置されました。昨年暮れには更新をしまして新しくきれいな屋号看板が設置しております。ぜひこの武四郎コースを楽しみに、ウォーキングしてほしいと思います。飯田さん、ありがとうございました。それでは今回はこのカメラを持って撮影しながら歩いてみたいと思います。それでは行ってきます。記念館を出発して1キロほど歩いてきました。こちらが松浦武四郎の誕生地です。ここが武四郎さんが生まれたお家なんですね。このお家は今年2月から一般公開されています。そしてこの前の道伊勢街道なんですけれども、ここをまっすぐ行きますと伊勢神宮につながっているんです。武四郎さんは幼い頃ここを行き交う旅人たちからいろんな話を聞いて刺激を受けて旅を志すようになったと言われています。街道沿いには古い町並みが残されています。そして家々には屋号看板が掲げられているんです。こちらをご覧ください。玉屋、これは職業を表しているんですがお分かりでしょうか。これはその昔お殿様の宝石の石を磨く職業だったそうなんです。そんな風にいろいろな屋号看板がありますので想像しながら歩いてみるのも楽しいかと思います。それではどんどん行きたいと思います。
ースの3分の2程度歩いてきました。ここは月本追い分けです。伊勢街道と奈良街道の分岐点になります。大きな常夜灯、そして道標が置かれています。こちらは昔旅人が休憩所とした立て場というのが置かれていたそうです。今は静かですけれども、その当時は大変な賑わいだったんでしょうね。当時のことを思い浮かべながら歩いていきたいと思います。ようやくゴールの竹城記念館に到着いたしました。かかった時間はですね、ちょうど1時間30分、時間通りですね。はい、気候も良くなりましてですね、爽やかな風を受けながら歩くことができました。今年は竹城生誕200年ということもありますので、記念館を見学したり誕生地を見たり、どうか伊勢街道を楽しんで歩いてみてはいかがでしょうか。それではまた次回ご覧ください。さようなら。はい、番組で紹介したウォーキングマップは健康センターハルルや松阪市役所1階案内などで配布していますので、興味を持った方はぜひウォーキングに挑戦してくださいね。